腐敗の後に訪れたのは暴虐であった。呂布たちの活躍により権勢を振るった宦官は駆逐される。だがこの総統の中、有力者であった家臣が死亡。一方で西方の豪族董卓が帝を手中に収め権勢を得た。この時呂布は董卓に同調、義父丁原を切りその幕下に加わる。その後董卓は高位の職に就き帝を拝立するなど専横を極めた。これに対し袁紹、曹操らが諸侯を束ね連合軍を結成。董卓を打倒すべく要衝古老館へと軍を進めた。董卓は形勢不利と見るや、すぐさま長安への遷都を決定。呂布と同じく配下である長領に洛陽からの撤退戦を命じる。乱世の鬼神呂布、その運命はまだ他人の手のひらの上にあった。いざ趙文渊、戦場に神明を登山。董卓のやつ、逃げるつもりらしいな。結局は奴もあの宦官どもと変わらんか。これこそ俺が望んだ戦場だというのに、腹立たしい。このような争い、誰が望むのでしょう。国も人も疲れ、悲しむばかりなのに。帝もさぞ心を痛めておられるでしょう。どういたわしい。敵には切れ者でくせ者の軍師がいると聞く。一体何を仕掛けてくるのか。呂布殿がおられながら逃げるしかないとは。この状況を打破できる軍師でもいれば。な諸侯どもがこぞり寄って、わしの主治肉林の夢が水の泡ではないか。仕方ない、洛陽はくれてやる。帝さえいれば都などどうとでもなるわ。長領よ、貴様は長安までわしを守れ。古老館が破られる前に逃げ切るのじゃ。承知した。我が部にて董卓殿の道中を守りましょうぞ。うん、しっかり働くのじゃ。何をしておる。さっさと門を開け。アホどもになど付き合っておれんわ。洛陽まで下がり、そのまま長安へ撤退じゃ。敵の撤退と。しかしそれでは前線の部隊は。やかましい。わしを手にさらすか。無用、ぐずぐず言わず、わしを守るのじゃ。進め、約束到達を逃がすな。財務士らどもめ、さっさと追い払うのじゃ。
ラクヨが燃えております。何じゃと？アズラがそのような思い切りを見せるとは。前線の部隊はまだ奮闘しているようです。一度合流し体勢を立て直してはいかがか。わしは何としても逃げる。かくなる上は五郎冠を突っ切るぞ。陰の舞踊どうだろうね。やはり落葉へと引いてきたか。こうもうまく裏に回り込めるとはな。捨て参る。よその妙な軍師の言う通りだ。目立つ戦果を上げるぞ。参る。軍技法奥に残る勝負を助走する。狙いは定まった。敵の足場を崩し全員を取る。
で参る。やめな天の武勇。今日はダメだ俺。君にまた頼むわ。敵将趙文渊が討ち取った。たった一人で僕が知略の餌食になりたいらしい。ダメだ、どうしようもねえ。私は陳旧、あざなを砲台と申す者。どうかお見知りおきに。過去に用はない。ことは敵に、私は貴公の武に義となるものやもしれませんぞ。両夫殿、いずれいずれまたお会いしましょうぞ。炎章に待たせたな。とうたく貴様の戦王もここまで。ならば今こそ総攻撃である。狙うは董卓、やつを孤狼艦から逃がすな。炎章め、調子に乗りよって追いつかれる前に包囲を突破するのじゃ。敵は総力で董卓殿を撃つつもりだ。ならば私も渾身の力を持って退さねば。左右殿、ご無事であられるか。趙文渊、女性に参った。おう、救援か。すまん、本に斬るぞ。やばい、ゲリアに。あるな、こっちの包囲は破られたのかよ。出参る。じゃあ、私が奴らを止めてみせるぜ。敵将、趙文渊が討ち取った。ならば上空に私を
趙文猿が討ち取った。いいぞ趙梁、長男の趙子龍、薬師の光沢量押してまいる。覚悟、押してまいる。何をしておる。さっさと奴らを倒し突破口を突くのじゃ。前線では火竜殿らが奮戦しておられる。この包囲を突破すれば合流できるはず。いざ長子龍と勝負してもらおう。押してまいる。勝負。やったぞお前たち。
の悪い戦などアホのすることよ。このまま長安で帝をいただけばわしの勝ちじゃ。それでは孤狼館で倒れた者たちが。呂布殿、これが奴の戦か。呂布よ、礼を言わせてくれ。お前がいなければ俺はあの時無様に死ぬところであった。ふん、つまらん戦で死ぬことはない。まったく、でかい借りができたわ。